皆さん、こんにちは。二人で未熟スクールギター科講師の滝沢でございます。今回はこちら、ピーターソンのストロボクリップというチューナーを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。以前、チューナーの種類みたいな感じの動画の中で、僕がストロボクリップ持ってないんですよ、ピーターソンのチューナー持ってないんですよ、なんて言ってたんですが、買ってしまいました。箱はこんな感じ。なんか缶のちょっとシャレオツなケースに入っておりまして、中身を取り出すと、まあ、こんなんですよ。こんなチューナーが1万円とかするんですよ。ちょっと高いですよね。で、電源を入れると、まあ、こんな感じの画面になっておりまして、ちょっとチューニングをしてみましょうか。実際にチューニングをしてみましょう。このストロボクリップチューナー、すごいこの表示方法に大きな特徴がありまして、慣れないとすごくわかりづらいんですけれども、慣れるとすごくやりやすいらしいです。ちょっと鳴らしてみましょう。見えるかな。音を鳴らすと、ピカーンと。これ今チューニングが合っている状態なんですけれども、ちょっとわざとずらしてみます。このずれると、このブロックみたいなのがこのサササササってこうずれるんですけど、わかりますでしょうか。こんな感じで今ブロックが流れていってますよね。もうちょっと強くずらしてみます。すごいずれていくと、こんな感じでブロックを流れる速度とかが速くなってくると。で、チューニングが実際にぴったり合うと、このブロックがどん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 ゆっくりになっていって、最終的にこのブロックが止まれば、これがチューニングが合っている状態という感じのチューニング方法なわけです。これ、何が便利かというと、このブロックの表示になることによって、すごい細かい指示ができるわけですよね。例えば、今までこの紹介したような、こういうピッチクリップとか、こういったチューナーだと、このメモリ、なんて言うんでしょう、この真ん中の黄緑色が点灯していれば、チューニングが合っているよという状態なんですけれども、この緑色と赤のこのちょうど中間のところとか、そういった微妙なニュアンスがこの LED 表記だとちょっと厳しいんですけれども、こっちのストロボチューナーだと、このブロックで、ブロックの動きで表示をすることができるので、かなり細かい指定が、指示ができるという話なわけですよ。これによって、すごい高い精度を誇っているのが、このストロボクリップというチューナーの特徴なんですけれども、こんな感じですごいこの精度良いチューニングができるということでございます。このブロックの動きを見て、音程を上げたり下げたりすると。で、このストロボクリップのまた面白い特徴として、スイートナーという機能を持っておりまして、ここに GTR という文字が出てきているんですけども、ちょっとこれさすがに見えないですよね。なんかこのギターに今特化しているモードでございます。ギター以外にもそのベースだったり、トランペットだったり、バイオリンだったり、全部で29個ぐらいのプリセットが入っているんですけれども、そのプリセットを指定することによって、その楽器の特性に合わせた最適なチューニングができるという、そういう振り込みでございます。実際にそのギターモードにしてチューニングをすると、ノーマルモードと何が違うのか、僕は全然わからないんですけれども、とりあえずこのギターモードにして、チューニングをしているような感じでございます。ギターモードもあれば、アコースティックギターモードもあって、なんか、ね、違いは何よっていうちょっと疑問が残ったりとかするんですが、とりあえず僕は今ギターモードにして、アコギもエレキも使っているような感じでございます。で、機能面としてはそんな感じなんですけれども、なんでこれ買ったかっていう話をしますと、先日、チューナーの種類みたいな動画で紹介させていただきましたとおり、僕はもうこの、ピッチクリップという機種をずっと使っているんです。もう本当にこれで十分だと思って、ずっとこれを使っておりました。でも最近、石川さんとの動画の関連で、レコーディングをする機会がすごく増えたんですけれども、これでチューニングをして、なんかレコーディングしていると、なんかすごいずれている気がしたんですよ。これのせいなのか、それとも単純にその湿気とか、その僕のプレイのせいなのかわからないんですけれども、なんかすごいピッチが悪くなる、なんかすごいすぐにチューニングがずれるような気がしてしまったんです。なので、もちろんちょっと僕のテクニック不足というのもあるかもしれないんですけれども、ちょっとこういう機材面も疑ってみようかなと思って、ピーターソン買ってみました。一応、曲がりなりにも一応こういう触手なので、一応、音楽でやっている人間なので、ちゃんとこういう1000円のやつとかじゃなくて、ちゃんと、いいやつも買っておいた方がいいのかなと思って、ピーターソンのクリップチューナー買ってみた次第でございます。普段の練習のときとかは正直こっちの方が全然見やすいし、全然チューニングしやすいんで、ピッチクリップで大体チューニングしちゃってるんですけれども、レコーディングのときは、これからストロボクリップでやっていこうかなと思った次第でございます。で、そんなに顕著な差はないと思うんですけれども、一応これ全部の弦をそのストロボクリップで合わせた状態なんですが、もう狂っている。
さっきもう10分前ぐらいに合わせたばっかなのに。OK。この慣れないと、このブロックの動きが、これは高いのを示しているのか、低いのを示しているのかわかんないんですよ。これも若干動いてるんじゃないですか。でもこれどっち？どっち？どっち？低いの、高いの、どっちなの？っていう感じになります。高いって言われてる。ブロックが止まりました。あれ、動いてるな。このギターの角度でも変わっちゃうのかもしれないですね。まあ、ある程度このチューニングを合わせた状態でコードをバラッと弾いてみると、まあ、確かにすごい、当然ちゃ当然ですけれども、整った音程がするなと思った言う次第です。こんな感じです。まあ、そのピッチューナーによってその精度というものがあるんですけれども、このピッチクリップの場合は、まあ、そんなにその精度は高いというわけではないんです。まあ、そこそこ高いんですけど、そんなに、ね、ピーターソンほど高くないと。こっちのピーターソンのほうは 0.1 セントまでの誤差まで抑えることができるんですよ。まあ、かなり正確ですよね。0.1 セント。かなり正確なチューニングをすることができます。なので、まあね、皆さんももしレコーディングとか何かしら人前で演奏するとか、もう超絶大事な場面があったならば、まあ、普通のこういうピッチクリップとか、こういったチューナーじゃなくて、ちゃんといいチューナーを使った方が安心かなという感じがします。まあね、何も言いますけれども、お値段が1万円ぐらいし、なかなか高いので、そんなおいそれとは買えないんですけれども、まあ、興味があったら、ストロボクリップチューナー、ちょっと試してみていただければという感じでございます。周りに使っている人が多いから、ちょっと後ろに名前がついているんですけれども、あ、なんかチャイムが鳴っている。後ろに名前が書いてあるんですけれども、そんな感じでございます。まあ、よかったら、先日公開したギターの種類、チューナーの種類かという動画もチェックしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さようなら。はははははは、チャイムが。